では、レッツサイドダンデライオン対、ブルーサイド消食するチームの試合を始めたいと思いますが、チームともにいない。はい、お願いします。はい、それでは30秒の計測を開始します。それではスタートボタンお願いします。レッツサイドダンデライオン対ブルーサイド消食するチームの試合です。それでは参りましょう。カードファイト。まあ、両チームともにまずは1枚ずつシールドを貼ってまいりました。それからその方がいいと、メシコ選手だけ4-3-2、それ以外は全員3-3-3-1のスケールですね。さあ、先にポイントを取ってきているのはブルーサイド、もう G でいいかな、 G、 はい、G がね、3ポイントリードしています。さあ、ここで、ダンデライオンがさらにポイントを取ってきました。3-5、2点リードブルーサイド。さあ、詰めていくことができるのか、レッツサイドダンデライオン。さあ、ここでポイントを重ねてきました、ブルーサイド G。さあ、レシールを巧みに使ってきてますよ。さあね、ダンデライオンはね、先ほどまでね、トップラックで練習してたらしいのでね、さあ、アシャベート成果、出るのでしょうか。3-7、4点リード。さあ、なんとしても詰めていきたいところ、残り時間の間もなく20秒に、なりました。さあ、以前4-8の4点差、さあ、詰めていくことができるのか、さあ、4点差がなかなか縮まらないか、5-1、さあ、6-9、3点差まで縮めてきたか、ここでブルーサイドがポイントを取る、やはり4点差、6-10、さらにポイントを取りました、ブルーサイド G、6-12、終了、7-12でこの勝負、ブルーサイド G の、到着する G の勝利です、おめでとうございます。はい、それでは、レッドサイドロシアより愛を込めて対ブルーサイドイクワズの試合を開始します。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それでは30秒で開始です。それはダメです。さあ、両チームともにエントリー登録となっているので始めたいと思います。それではいきましょう。レッドサイドロシアより愛を込めて対ブルーサイドイクワズの試合です。カードファイト。まずは1枚シールドを出してまいりました、ブルーサイドイクワズ。しかし、2日間の先にポイントを取ってきたのは、レッドサイド、ロシアよりアイオコンですね。さあ、久我さんが4-2-3-1の通過ですね。それ以外はやはり全員3-3-3-1と。3-3-3-1の人多いですね。実は2-2と点数は並んでいる。さあ、ここで1点リードしてきました。さらにポイントを重ねてくるブルーレッドサイド、ロシアより愛を込めて。さあ、5-3の2点リード、さらにポイントを重ねてきました、レッドサイド。さあ、ブルーサイド、リトワーズ、なんとしても攻めに行きたいところだが、なかなか取り切れないか。しかし、1点差で詰めてきた。さあ、ここから並ぶことができるか。残り時間が20秒。さあ、ここで取られてしまったが、取り返した、7-6。さあ、伊藤敦が必死に食らいついていく、8-6、2点差、まだいけるぞ。さあ、ここで取られた、9-6。あっと、ここで10秒で取られた、これは痛いか、11-6、5点差。さらにポイントを並べてきた、終了。13-6でこの勝負、レッドサイド、ロシアよりコメント、ロシアです、おめでとうございます。はい、では、レッドサイド正解派対ブルーサイド SSP の試合を始めたいと思います。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それでは30秒で続開始です。さあ、それでは両チームともにエントリー完了しているので始めたいと思います。それではいきましょう。レッドサイド正解派対ブルーサイド SSP の試合ですね。それでは参ります。ハローマイドー。おっと、これはちょっと高めのシールドが1-3-3ですね。はい、そして皆さん3-3-3-1。さあ、依然ポイントを動かず20秒が経過しましたよ。さあ、ヒットは出ているが低音がつながらないか。さあ、先にポイントを取ったのがうるさいが SSP。 さらにポイントを重ねてきました、0-2。さあ、ここでポイントを取ってきました。
試合展開を見せていくのでしょうか。残り時間は20秒になりました。なかなかね、スタートね、フィールドが狭いと言われますけどね、やはり2対2ですと皆さん結構動きますね。中央に行くのにひどいですね。さあ、残り時間が10秒切った。2対9、さらにポイントを重ねてきて大量リードします。グレーサイド、さあ3枚のシールドを張ってしっかり守りながらポイントを取って、終了は2対10でこの勝負、グレーサイド SSP の勝利です。おめでとうございます。はい、では、レッドサイド渋谷対ブルーサイド、坂本慶吾の試合を始めます。両チームともにね、よろしくお願いします。はい、それでは30分です。お願いします。さあ、揃っているので始めたいと思います。それでは行きましょう。はい、レッドサイド渋谷対ブルーサイド坂本慶吾の試合です。それでは参ります。カードファイト。先にポイントを取ってきたレッドサイド渋谷、さあ全員ステータスは3-3-3-1。さあ、ここで1ポイント目は取ってきましたよ、ブルーサイド坂本。さあ2対1と1点リード。さあ、さらにポイントを重ねて2対2並んできました、ブルーサイド坂本慶吾。さあ、ここからリードしてくるのはどちらだ。さあ、両親ともに1ポイントずつ取っていた。2点ステータスは変わらず並んでいます。3対3。さあ、シールドを張って確実に使って、さあ、残り時間がまもなく40秒、半分経過。さあ、うわー、どっちも譲んないですね。4対4。さあ、しっかりシールドを後ろに攻めていきますね、ブレッドサイド渋谷。さあ、ブレッドサイド坂本慶吾をここで1点差取られてしまった答えの、さあ、取りに行けるのか。さあ、取ってきたと坂本、残り時間が20秒、5対5ですよ。さあ、残り時間が15秒、まもなく10秒になりました。ここでリードすることができるのか、それともこのままドローに持ち込むのか。さあ、このまま全部だ。5対5、依然5対5。さあ、ここまでの最後の渋谷、これ以下坂本です。さあね、渋谷と坂本の対決の6対6でドローに入りましたよ。さあ、このタイマーを制するのどちらだ。それでは行きましょう。終了です。さあ、全員届けの試合を始めたいと思います。それでは行きましょう。レッドサイド、ビレッツピーコーバー、タツブルーサイド、オッケーマルポイの試合です。ハードモード、ファイトー。レッド、さあね、先ほど全ゲームでたスピーカーが失礼と思いました。新しいチャンネル、さあ、ステータスローも見てみると、レッドサイドが有利で、大体2-3に、1対1の、さらにここで4-2に進みません。2対2、さあ、ここで1点入りしました。レッドサイドビレッジは、さあ、ブルーサイドに進みましたね。この4人は、ね、同じチームですからね、どれくらいの分かっているのでしょうか。1対2、さあ、右に攻めていく。さあ、なかなか1点差がないか。さあ、1点差が出た。さあ、どれくらいの分かっているの。残り20秒、4対3。さあ、ここで取ったぞ。さあ、ここで取ったぞ。さあ、2点差が
にうるさいのビッグビーの試合を始めたいと思いますが、チームたまにいない。お願いします。はい、それでは30分でお願いします。さあ、全員、かけ試合を始めたいと思います。それでは行きましょう。おっと。しかし、まだ点数が動かない。さあ、
します。はい、それでは30分で開始です。それでは試合の方始めていきましょう。レッツサイド、オッケーマンの方から早速レッツサイド同色する G の試合です。それでは参ります。ハロー、ファイトはい、硬いよ。マッピング選手はカオさん初めてじゃないですか。ここまでのシールドプレイヤー出てきたのは単位は対してコーダリ選手もシールドは2を振っておりますので、さあかなり守りを優先しましょうか。0対1。さあそのシールドを駆使してポイントを取ってきたいところ、なので大体ね前半でリードするぐらいですね。後半はね割られてね、カオさんも仲良くしたいと思います。さあ0対1とまだポイントが取れていないか。しかし、ブルーサイド、G のファンもやはりシードの邪魔でなかなか止めていません。さあ、これシードが上がってしまった。さあ、ステーションも張ってくる。0対1。まだ、まだシードがあるぞ。0対1。さあ、なんと0対1のは残り時間が20秒になりました。さあ、ここで取られてしまった。0対2。さあ、シードはもうない。なんとしても攻めていきたいところ。0対3とブルーリボン、ブルーサイドが一気にポイントを取ってくる。さあ、単にまとめですと、ここでやっと生きてくる。取れたが、しかし残り時間があと時間、1対5終了。1対5でこの勝負、ブルーサイド増殖する G の勝利です。おめでとうございます。それでは、レッドサイド、ピックリー対2ブルーサイド、ピコアンスの試合始めたいと思いますよ。チームコムニーでお願いします。はい、それでは最後に続き開始です。それでは試合の方を始めたいと思います。いきましょう。ビックリー対伊藤篤の試合、あのファイト。さあ、先にポイントを取りましたレッツサイド、ビックリー。さあ、両チームとも一人ですね。一人が4回に、2本、2が3が3に。さあ、縦に進んでポイントを取ってますね。レッドサイド、ビックリー。さあ、伊藤も必死に対するというか、なかなかポイントを取れないか。おさらいですよ。さあ、もう間もなく40秒。半分経過。さあ、ここで伊藤がポイントを取って5対2。やはり取ってきますね。レッドサイド、ビックリー。7対2と5点差。さらにポイントを重ねる。8対2、9対2。強いぞ、ビックリー。さあ、10対2と。さあ、2桁台に突入だ。伊藤篤。さあ、食らいついていくことができるか。残り時間が20秒。10対2、8点差。まだいけるか、伊藤篤。12対3。さらにポイントを重ねてくる。レッドサイド、ビックリー。さあ、ここで10点差がついてしまった。そして残り時間が10秒。レッドサイド、聖外派対、ブルーサイド、ピレッツピーポーの試合を始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。はい、それでは30秒で外開始します。試合を始めたいと思います。行きましょう。ハロー、ファイト。さあ、レッドサイド、聖外派対ブルーサイド、ピレッツピーポーの試合。ハードに言いますよ。さあ、2枚シールドを取ってました。レッドサイド、セガイハー、バスにポイントを取ってきましたね。さあ、1対0、1対0。ありがとう。さあ、ここでブルーサイド、ビルツピコのポイントを取ってくる。1対1。さあ、ビルツピコが上がっているか。リード硬いこっち。さあ、1対2、1対2。さあ、並んだ、2対2。さあ、ここでさあ、シールドを重ねてきましたね。さあ、しかし、ブルーサイドは一気にポイントを重ねてきた。さあ、詰めてきました。3対4の1点差。
さんです。おめでとうございます。はい、では、レッツサイド渋谷対ブルーサイド、田中部長の試合を始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。はい、それでは最初の予測開始します。両チームともに準備よろしいので始めていきたいと思います。それでは行きましょう。それでは参ります。ハローファイト。レッツサイド渋谷対ブルーサイド田中部長の試合です。先にポイントを取ってきたのがブルーサイド田中部長。さあ、ステーガさん全員3段階級。さあ、0対1。さあ、1点差リードのまま試合を進めたって10秒経過。残りが60秒になりました。さあ、さらにポイントを重ねてきたブルーサイド田中部長。さあ、ここで渋谷もポイントを取ってくる。1対2、2点差。さあ、とここで取られてしまいましたね、渋谷。1対3とさらにポイントを重ねてきてブルーサイド田中部長。いや、うまいですね。シングルを使って守りながら必死に攻めて、しっかり攻めて、ここのというところでしっかりポイントを取っていって、さあ、しかし、なんとかフライングにしたい。さあ、7対4対4。さあ、1点リードのブルーサイド田中部長。さあ、このまま逃げ切るか、それとも渋谷が食らいついてくるか。5対6、1点差。さあ、どうだろう、残り差20秒。さあ、並んだぞ、6対6。ここからリードするのはどちらだ。さあ、これもさ、渋谷、それとも田中部長だ。さあ、渋谷がリードして2点リード発射です。さあ、いけるか、田中部長逃げ切るか、渋谷。はい、それでは、レッドサイド、サンデライオンとスルーサイド、オッケーマンさんの試合を始めたいと思います。では、チームともにレイ。よろしくお願いします。はい、それでは、ただいまね、30秒続開始です。はい、それでは行きます。レッドサイド、サンデライオン対スルーサイド、オッケーマンさんの試合です。それでは参りましょう。ハロー、ファイト。さあ、この勝てるという優先、ね、ティーヤ選手のね、
愛を込めて、まあ、あもなく残り時間2周になりますが、そのままレッドサイドロシアより愛を込めて2位というのが、さあ残り時間2周になりました。さらにクリームを2周になる懐かしい。さあ、リスクを取られてしまう。8対4の4点差。さあ、4点差を縮めることができるのか。残り時間10秒切った。さらにポイントを取った。レッドサイドロシアより愛を込めて9対4だ。さあ、9対6だ。この勝負レッドサイドロシアより愛を込めての勝利です。おめでとうございます。はい、では、最後ビレックスチームを回させてブルーサイド FSB の試合を始めます。両チームともにレイそれでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。レッツサイドブレッツピーポー対 SSE ブルーサイドの試合です。アウトファイト。
ございます。はい、お待たせしました。それでは、レッドサイドシンディアバーサスメンタルドリップの試合を始めます。はい、ナーチームからもいない。よろしくお願いします。はい、それでは最終決開始です。はい、それではいきます。さあ、渋谷バーサス伊藤君の試合、それではいきます。ハローファイター。今からこれ盛り上がる2対1引けた。あっと、ここで4枚抜かれてしまいました。さあ、この数字を詰めることができるのか。いかんせさあ、5対1、6対2とポイントを取ったりとか、なかなか縮まれない4点か。さあ、6対2、いかに4点か。さあ、ここでさらにポイントを取りました。さあ、7対2の5点差。さあ、7対3と残り時間が間もなく40秒に、20秒になりました。さあ、8対4、8対4。さあ、3点差までここまで来ましたよ。8対5、まだいけるぞ、伊藤君。さあ、いけるぞ。さあ、残り時間が10秒。はい、大丈夫ですね。さあ、それではレッドサイド、タンジャライオンバーサス、ブルーサイド、ブレックスキュー、この試合始めたいと思います。両チームともにレイ。よろしくお願いします。はい、それでは最後のことは一緒です。それでは試合の方始めたいと思います。行きましょう。さあ、行きます。ハロー、ファイトー。さあ、ダンジャラリオンバーサス、ブレックスキュー、この試合。さあ、まずは1枚シールド。さあ、さらにもう1枚シールド。そして3枚目のファミリー。さあ、ファミリーポイントを取ってきたのが、ブレックスキュー、ブレックスキュー。まあ、ヒンシカのね、残りの3枚までやってきましたが、一気に笑ってしまいましたね。さあ、3枚使ってしまったのか。さあ、ここはどのような展開にしていくでしょうか。男たち、慣れてないで、試合見てあげて、こっち見てあげて、ケツ出さないよ。はい、5対4、5対4。さあ、6対5と、1点リードします、なんてないよ。さあ、ここで並んでした、6対6。さあ、これを連絡するか、残り試合まで20秒。さあ、7対6。はい、それでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。レッドサイドの試合より愛を込めてバーサスブルーサイド田中部長の試合です。それでは参りましょう。ハロー、サイド。さらにポイントを取ってきましたよ、レッドサイド。
終了になります。5対2の3点差。いやしかしまだこれは分からない。そうさ、田中美香が1点取って1点差まで増えてきた。5対4、さっさりシングルを外して1回落ち着いて、さあここまで取りに来る。5対4、さあ止めるのか。5対4、なんだ残り時間が20秒。さあロシアが取り越せる。4対5、さあ田中美香が取り越せる。さあロシアが並んでいる。さあここは残り時間が10秒切った。さあ1点リードしたぞ。ディレクト真っ黒ですね、この試合。真っ黒。はい、じゃあエントリーが揃いました。
と一緒に回したいライブマンス行きましょう。 SSB 対装飾する G の試合です。それでは参ります。波動はファイト。さあまずリードを張ってサプリチードを割りながらさあ普通の撮影に参加開始。さあ先にポイントを取ってきました。ブルーサイド装飾する G。さあ、ポイントブランチか。さあ、SSP がなかなか思うようにポイント取れないか。さあ、SSP がここでポイント取る。2対3人にポイント取って並んでいくか。いくか。さあ、ここで並びました。3対3。さあ、4対4と、どちらも両者ともに譲らず。5対5。さあ、残り時間が30分になりました。ここでリードをどちらか崩しませんね。6対6と同点の展開が続いている。さあ、そして残り時間が20分になりました。現在7対6と1回リードしているのはレッドサイドですね。 G。 さあ、ブルーサイド G も2球が少し止まっていますが、なかなか連続が取れない。さあ、この1点差で握っているのか、それと G が並んでいるか。さあ、G が取るか。 SSP も取っていく。8対7、1点目のまま。さあ、さらにポイントが出てきた。レッドサイド10対8でこの勝負、レッドサイド SSP の勝利です。おめでとうございます。レッドサイド坂本恵子 VS ブルーサイド伊藤明日の試合を始めます。ではチームともにね、あーっとやっぱり久しぶりです。開始です。それでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。坂本恵子 VS 伊藤明日の試合、それでは参ります。パドラスパイカー。さあ、いきなりシールドを始まりました。さあ、テープに切り取ってきました。しっかりと出してきました。しっかりと出してきました。しっかりと出してきました。坂本テープは3対1で高いまで1回リード。さらにポイントを取って、さあ、5対1とシールドをかなり張っていきますね。さあ、いかに早く壊してそのあとに入れる相手に当てることができるのか。いきます。さあ、残り1枚。さあ、ここで始まりしました。6対1で5点リード、レッドサイド6対2。さあ、7対3、さらにポイントが進むレッドサイド。そして取られてしまった。0対1。フォア
ネットサイドロシアより愛を込めてバーサスブルーサイド志村の試合を始めます。両チームともにでお願いします。はい、それでは最初アウト。見た見た見ました、見ました、見ました。はい、それでは試合の方を始めたいと思います。いきましょう。ロシアより愛を込めてバーサス志村の試合です。ハロー、はい、どうぞ。はい、それでは行きましょう。ディレッツピーポー VS 増殖する G の試合です。ハロー、ファイト。もっといきなり4枚の手を出てきましたよ。 OK G、 しかしやりたいしましたディレッツ。マスター1の1点リード。
タトゥーブルーサイド SSP の試合始まります。両チームともにね、お願いします。はい、それで30分ずつ開始です。さあ、それでは試合の方始めたいと思います。行きましょう。オッケーマンホイバー、撮影 SSP の試合です。ハードファイト。さあ、マジン先生ということになりました。うるさいよし、はい、やりたいと思います。
大丈夫ですかね。それでは、レッドサイド、スクエマルファイバーサイド、ブルーサイド、田中部長の準決勝を始めたいと思います。両チームともにね、よろしくお願いします。はい、それでは30秒で即開始します。はい、それでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。Thank you.
フルーツ祭は増殖する G の勝利です。おめでとうございます。2本目始めたいと思います。さあ、いきますよ。さあ、渋谷対増殖する G の2本目、パロラファイト。Thank you.
はい、それでは、レッドサイド奥山の方には早速ブルーサイド到着するチームを決勝戦を行いたいと思います。両チームともにね、お願いします。アイラさんにお願いします。では1本目から始めたいと思います。参りましょう。これで
元気で、まあ元気。